ちゃお。こんにちは。さあ、はい、ここまでのね、前半の振り返りというのを、はい、まあ、今やってまして、はい、前回はセ・リーグの1位の巨人とパ・リーグの最下位のオリックスを取り上げましたが、今回はじゃセ・リーグの2位の阪神とパ・リーグの5位の西武、はい、まあ、これ9月3日の時点ですので、その順位で撮影しています。まず阪神からね。阪神からいきますか。阪神のね、はい、チーム防御率が 3.47、うん、まあ、これリーグ2位なんだよね、はい、で、まあ、西が4勝3敗、うん、まあ、高橋、はい、2勝1敗、うん、秋山4勝1敗、青柳6勝3敗、うん、まあ、先発はね、意外と頑張ってるんだよ、はい、で、ガルシアが、2勝5敗、まあ、左のね、はい、これが5勝2敗ぐらいになってくれると、うん、勝てるピッチャーなんだけどね、はい、なかなかこう勝ち運に恵まれないという、うん、で、期待は藤浪、はい、で、高橋遥人、うん、まあ、高橋っていうのは2勝1敗してるんだけど、はい、やっぱ高橋の防御率が 0.93、 いいですね、めちゃくちゃいいんだよ、はい、だけどこう2勝1敗というね、うん、まだ勝ち星を積み上げられてないというところ、まあ、ここら辺がちょっと問題あるんだけど、はい、ただピッチャーは戦前からいいって言われてて、はい、ただその藤川球児のいろいろ後ろでの失敗だとかあって、うん、まあ、取りこぼしが前半多かったよね、はい、だからまあそこら辺でちょっともたもたしたところがあって投手陣がね、で、スワレスを抑えにして、まあ、安定感が増したと、はい、で、中継ぎも馬場とか岩佐だとか、うん、非常に安定してるから、非常にいいんだけど、まあ、こっからはやっぱ高橋遥人と藤浪がいくつ勝っていけるかだよ、うん、だから藤浪だって普通にやっときゃ10勝できるようなピッチャーだし、高橋遥人っていうのは球自体見れば15勝の可能性がある。ただまあ試合数の関係で、まあ、そこまでは勝ち星伸びないとは思うけど、はい、だからもう後半戦負けなかったらジャイアンツを追っかけていく、やっぱり一番手にはなってくると思うよね、うん、で、野手はね、はい、やっぱ近本、坊和っていうのがやっぱ最初前半全くダメだった。そうでしたね、うん、だからもう得点にならないんだよ、うん、だけど最近近本っていうのは2割8分9厘まで上げてきたり、坊和、はい、が12本の33打点、うん、まあ、サンズっていうのも、はい、14本の45打点、はい、で、大山がやっぱ最初使われなかった、うん、でも、ボアが打てないから4番に据えたら、13本の35打点など、はい、やっぱりこう力を発揮してきてるよね、うん、だからすごく戦い方とすれば、はい、まあ、点もある程度計算ができる、うん、ただね、やっぱりボアが鍵を握ってるね、この後もですか、うん、ボアはね、やっぱりインサイドを攻められだしたらホームランが減るんだよ、はい、で、外に持っていくとホームランが多いんだけど、で、インサイドを攻められて、そのインサイドをどうさばくかによってチームの順位が変わってくるという。ボア、いや、やっぱね、やっぱボアのホームランって、はい、やっぱ計算入れとかないと、はい、やっぱ阪神って得点力がないから、はい、だからそこら辺ではやっぱボアの力っていうのは、うん、これからも左右する。打てなかったら負ける、打ったら勝つ。あ、そのくらいですか、うん、まあ、でも確かに前半戦そうですね、打てないからあの位置にいて、そうだよね、打ち出して上がっていってということですもんね、チームが、うん、で、まあ、サンズっていうのがやっぱさすがに韓国リーグで、はい、打点を取っただけにすごく勝負強いよね、はい、だからこの2枚がセットになってくるとやっぱ巨人を追っかけるにはやっぱピッチャーもいいし、はい、一番手かなと思うけど、うん、やっぱ、まあ、エラーをね、そうですね、無駄なエラーをなくすということ、うん、まあ、ここのところはね、減ってきてるんだよ、はい、で、うまくもなってきてるし、うん、だからまあ期待もできるんだけど、はい、まあ、その中でやっぱ小畑っていうね、はい、若い選手が出てきた、うん、でも率が1割6分7厘、まあ、若いから、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんだけど、はい、でも後半のポイントとして握ってるのはやっぱ俺はベテラン連中だと思うんだよ。お、というとやっぱ福留、はい、糸井、まあ、糸原も、はい、骨折からね、昨日かな、実戦復帰、はい、ファームでしたりとか、この3人の力っていうのは必ず必要になってくる、うん、
で糸井っていうのはまあ出たり出なかったりはしてるけど、やっぱちゃんと体調を整えるとか、で福留もちょっと状態悪いんだけども、まあ、先発で出てもね、いいぐらいの力は持ってるからまだね。だからここら辺がやっぱ若手を引っ張るか、若手がこの3人を引っ張るか、そうやってチームをこうなんていうの、潤滑油のようにやっぱやっていくと、阪神もまだまだ可能性はある。だってピッチャーがいいもん、やっぱ。でもジャイアンツのピッチャーもいいですからね。ジャイアンツはそれ以上にだからそこを越さないといけないんですよね。まあまあ、それはそうだね、課題としては。ただやっぱこう波に乗ったらいけるチームかもわからないしね、ただね、機械が高山、中谷、陽川、原口、上本っているんだけど、このやっぱ控えの連中の打率が悪すぎるんだよ、みんな1割とか2割ちょっととか、だからここら辺がやっぱ底上げをしていかないと、代打に出ても怖くはないんだよね。そうですね、だからレギュラーはだんだん固まってきてしっかりはしてるんだけども、やっぱこの控え連中、まあ、力を持ってるよね、高山にしたって、やっぱ安打製造機って言われてるし、で中谷っていうのは20本ホームラン打ったことあるし、陽川っていうのも力あるしね、で原口っていうのは勝負強い、上本っていうのは小技も効くし、だからこういった連中がやっぱこう活躍の場をもらった時に暴れられるように、やっぱこう調子を上げていかないと、なかなか厳しいよね。そうですよね、じゃないと層がね薄い、まだまだ野手のね、相手チームとって脅威になってないってこと。脅威になってないんだよ、ね、あいつが出てくるぞとかそういうことじゃないんだよ、あいつかみたいな感じだから、まだ、だからまあそこら辺をもう少し整備をするということ、分かりました、さあそれではパ・リーグの5位の西武を見ていきましょう。西武はね、投手力が弱いっていうのは分かりきってんだよね。もう戦う、そうでしたね、シーズン前から、で高橋光成4勝6敗、防御率が 4.92、今井3勝3敗 5.74、防御率ね、松本が1勝3敗、防御率 4.42、 与座っていうのがいるね、で2勝4敗防御率が 5.45、 やっぱね勝ち越さないと、先発ピッチャーは。そうですね、やっぱこう借金を作りながらの先発でしょ、で今井が3勝3敗だけど、これもう中継ぎ入っちゃった、だからまあこれも苦しいと思うんだよね、で昨年負けなかったニール、これがやっぱ負けるようになってるんだよね。2勝4敗、防御率が 4.87、 もう慣れたね、もう他球団が、だからやっぱ先発投手がやっぱこう勝ち越せるようにならないとさ、やっぱ苦しいよ。今時点で勝ち越してる投手っていうのがいない、いないっていうことですよね。いないんだ。でやっぱ中継ぎで平、ギャレット、平井っていうなどは よく頑張ってるんだけど、やっぱりこういずれにしても中継ぎに頼るようではやっぱ苦しいよね。そうです、やっぱ先発ピッチャーがある程度こう防御率も悪いでしょ。高橋光成 4.92、5点取られるんだよね。で今井だって 5.74、で松本だって 4.42、与座だって5点台でしょ、こうなってくるとやっぱ苦しいよね。いくらその西武打線、山賊打線があったとしてもっていうことですね。そうだよ、だから山賊打線がさ、またこれがさ、秋山の抜けた穴が埋まらない。で秋山、まあ、打率、ホームラン20本打ってるしね、で出塁率が3割9分2厘あるんだよ、で山賊打線の中でやっぱ4割近い出塁率を誇ってる1番バッターがいると、やっぱ常にランナーがいるっていうの感じなんだけど、スパンジェンバーグを最初1番に持ってったんだよね、で2割8分5厘、今の2割8分3厘、ただ出塁率が3割2分1厘しかないんで、で三振が85、多いですね、ダントツなんだよ、で三振が、出塁率が悪くて三振が多い1番バッターっていうのは、もう1番バッターじゃないじゃない、役割果たしてないですね、だから役割を果たしてないんだよ、でホームラン数も打率も減ってる、ね、その中で昨年走る方もダントツだったんだよ、パ・リーグで、で134個盗塁してるんだよね、
あの打線の中でだよ、うん、で足も絡めて、はい、で成功率が 73.2% で今年は前半だけで39個しか走ってなくて、はい、で成功率が 56.5% はい、あれだからほぼ2個走ったら1個しか成功しないという、はい、そうなってくるとやっぱチャンスの芽を摘んでしまうよね。そうですよね。だからすごくちぐはぐな攻撃が、うん、続いてる、はい、で、まあ、昨年134試合で2割6分5厘のチーム打率、出塁率が3割4分4厘、はい、これが両リ、リーグで1位なんだよね、うん、で今年はやっぱこう得点力が271、昨年756、まあ試合数は違うよ、はい、もちろん今年と、うん、だけどやっぱりものすごく苦しんでるよね。ピッチャーは打たれる、うん、打てない、走らせてもアウトになる、塁にまずは出て最初の人が出られないっていう、うん、だからこれからやっぱりどうしりゃいいかっていうとさ、あそこです、やっぱ森、はい、去年の首位打者が2割5分4厘、はい、ね、で105打点上げてるのにさ、今年の打点は20、苦しんでますよね。苦しいで外崎、はい、まあ、昨年26本ホームラン打ってる、はい、1シーズンでね、うん、現在3本、ちょっとめちゃくちゃ少ないでしょ、ますね、で源田、はい、昨年が2割7分4厘打ってるんだけど、うん、今年は2割4分7厘、うん、2割5分打ってないと、はい、だからもう投打ともガタガタの状態だよね。これじゃやっぱ勝負にならない。そうですね、うん、だからこれを打破していくっていうのは、はい、結構厳しいけど、はい、両方悪いんだから。そうですね。でもあそこの強み売りっていうのが打線なわけだから、やっぱみんなが奮起しなきゃなんだよね。あとその塁に、まあ、出塁率のいい選手、走れる選手をその1番とか、うん、だからっていう、もう走ってもさ、はい、56.5% の成功率がないって言えばさ、はい、やっぱもうそういう無駄なことはしたくないよね。それだったら塁に置いてもう一発待つしかないっていう、だから無駄にランナーを殺すこともできないでしょ。まあ、そうなってくると、はい、栗山っていうのが出塁率がいいんだよね、うん、だから後半になってから栗山を2番に入れたりとかしてるけど、はい、やっぱそれが一番いいと思う。2番にね、うん、で1番は誰、豊さん的にベストなって、いや外崎がいいと思うんだけど、はい、外崎はダメでしょ。あ、そうですね、今ね、うん、で足を使いたい金子、はい、やっぱり率が上がってこない、うん、だから率が上がってこないっていうことは出塁率も悪いっていうことだからさ、うん、そうなってくるとやっぱ苦しいよですね。だから秋山の穴っていうのは埋まってないよね、全く。そうですね、うん、こうやって数字見るとそう見えてきますね。そうでしょ、うん、だから売りだった足、はい、バッティング、チーム打率、得点力、これが全部軒並み下がってるからさ、はい、何か一つでも、まあ、例えば盗塁は昨年よりも成功率が8割ある、うん、そしたらさ、足を使っての攻撃っていうのもできるんだけど、はい、軒並み全部下がってるわけだから、うん、それはやっぱ苦しいと思う。そうですね。じゃあこの後半戦はとにかくその出る、塁に出る選手を1番とか2番に、野手はね、野手を持ってくる。で先発ピッチャーはとにかく今の数字4勝6敗とか、はい、3勝3敗1勝3敗とか、うん、ね、全部巻き越してるのをこれをひっくり返していかないといけないよね、うん、やっぱ貯金を先発ピッチャー作ってくれないと意味がなくなる。そうですね、うん、だからそういう風にしてくれると、はい、やっぱチームは浮上のきっかけをつかむと、うん、まだまだ後半戦、はい、頑張ってほしいですもんね。まあね、いやそうですよ、だっていや辻はお世話になってるからね。いやそうです、頑張ってほしいよね。ね、キャンプでも話聞けましたし、はい、年末でもね、うん、昨年聞けたので頑張ってほしいと思いますよ。もう今年のオフ読んでも愚痴しか出てこない多分ね。いろいろね、いろいろ積もる話あるとは思うんですけど、まあシーズン終わってないので、まあそうだね、はい、奮起してほしいなと思います、はい、まあ西武らしい野球をね、はい、まあやっぱりこう打ってくれって、うん、ね、見たいですよ、見たいね、はい、はい、というわけで今回はセリーグは2位の阪神、そしてパリーグは5位の西武を見ていきました。